マラボチャンネルのあるじ、マスタークマです。今回紹介するルアーはこれ、レーベルのアローヘッドになります。はい、これはね、ちょっと前に紹介したモスボス同様ね、ヘドンのですね、スナップレススプーンになります。で、こちらも金属の方になりますね。レーベルって言えばね、当然プラドコが本体なんですけど、プラスチックルアーを極めたっていうね、感じのイメージの方が多いとは思います。ですんでね、これは非常にレーベル的には珍しいルアーなんじゃないかなとは思います。で、名前の由来はね、ちょっと形見ればわかる通り、アロヘッドね、矢の先っぽ、矢尻ね、矢尻の部分を模して作られたルアーでして、これもね、確か80年代に出たと思います。ですんでね、当時ね、それだけね、前、モスボス紹介した時も名前出しましたけど、ジョンソンのね、シルバーミノっていうね、スプーンがウィードレススプーンとして、揺るぎない地位を確立してたためね、革命家、ちょっとチャレンジの意味を込めて、こういうルアーを出したんじゃないかと思います。で、このルアーなんですけど、初めて見たって方も結構いらっしゃるんじゃないでしょうか。以前ね、ツイッターで紹介した時も、これかなり珍しいですよって形でね、紹介されてまして、私もね、これ購入するまでは書籍とかネットでしか見たことのないルアーの一つでした。たまたまね、中古で、しかもね、格安で転がってたんで、ラッキーって形で買わせていただいたんですけど、中古の値段自体はそんなに高くないんですよね、出回ってるの。もちろん。そんなに、ね、構造的にもシンプルなスプーンですし、ただね、物が出てないみたいなんで、なかなか中古で手に入らないルアーなんですね。で、ちょっとね、この動画を紹介するにあたって、私もちょっと調べてみたんですけど、あまりね、情報がネットにも出てないんですよ。ってことは、所持してる方も少ないし、ぶっちゃけ興味を持ってる方も少ないと。ですんで、よくあるシルバースプーンに対抗して散っていったウィードレススプーンの一角って形で認知されてるルアーなんじゃないかなとは思います。ですけどね、この黒光りするっていうかニッケル系のね、メッキが非常に美しいルアーでもありますしね、これ割とね、ガードもやばいんですよね。ですんで、まあ、やばいイコールウィードレス性能はどうなのかなと思いますけど、フッキングの妨げにはならないとは思います。で、見る限りね、水を切るという意味ではね、先端から後ろにかけてのね、ラインも美しいですしね、使ってね、使えないルアーじゃないんじゃないかなとは思います。ですけどね、先ほどから言ってる通り、なかなかお目にかかれない、手に入りにくいルアーではあるみたいなんで、もし見つけてね、こういうルアーのコレクションとか、したいとか、ルアーに興味があるって方はね、見つけたらすぐ買われた方がいいかとは思います。まあね、こうやってルアーを紹介することで、私が手に入れるね、ことが困難になったりね、っていうことで自分の首を絞めるようなね、真似はしてますけども、このチャンネルの目的としてはね、こういうルアーもありますよと、こういうルアーはどうですか、こういうルアーね、当時手に入りにくかったですねっていうことをね、皆さんと共有したいためにね、始めたチャンネルなんでね、それはそれで本望ですんでね、ぜひね、遠慮なさらずね、買ってみてはいかがでしょうか。ではね、今回はここまでにしたいと思います。次回何を紹介するかは次回の動画でお楽しみください。では今回はここまで。